栗山俊明は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての福岡藩士。一般には、通称の栗山大前の名で知られている。天正19年、黒田氏の家臣、栗山俊安の子として、武善国の平田城で誕生。福岡藩二代藩主、黒田忠之と対立し、江戸幕府に、忠之に、無本の疑いがあると訴えた。幕府による、採決の結果、 年明は乱心したということで年明を道の区国森岡藩預かりとし、黒田氏は改役を免れた。この一連の大家騒動は黒田騒動と呼ばれた。晩年は実質る罪ではあったが、150人ぶちであり、森岡藩南部下も手厚く対遇した。森岡財布中は同様に津島藩から森岡藩預かりとなった木白元とも親交があり、に 森岡城下の文化振興に寄与した、城元年、同地で死去。墓所は、森岡城下の相当荘音流寺にあり、向カタキ博による忠説を称いた石踏みがある。なお、着難のリアマネは、黒岳からの昇平を受けたがそれを断り子孫及び、進化はそのまま、森岡藩に定着したという。三男のとし佐は、母の姓である内山を名乗り、 200国取りの森岡藩主となった。森岡藩主南部重信の部からの神殿開発についての栗山江戸もやあて症状などが森岡歴史文化館に所蔵されている。嘉永五年江戸中村座において歌舞伎演目として上演された。下代音二団博多新式。他に数々の下代で続き物が角座で上演されている。黒田騒動を題材にして、 利明を忠義の人物であり一連の騒動も、ただゆきの暴政をいさめるために起こした事件であるとして、描いたのが、森鴎貝の小説、栗山大善である。鴎貝自身は、本作は、筋書きのみ書いたに過ぎず、自分の構成なしで発表されたため、小説としては、不十分であると述べている。滝口康彦、主家滅ぶべ氏では、利明の中心像を、 裏から見た作品になっており、年明は気真面目で優雅の人ではあるが、自身の忠義にこだわる、あまりに融通が利かず、加えて、人の心をうもんぱかることができないために、主君から遠ざけられ、家中でも孤立し、無意識のうちに、己の面目と教授を保つために、黒田騒動を起こししか危機に陥れた独善の人として描かれた。映画もたくさん制作された。ありがとうございます。